今日はソニックさんでーすよーはい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 まあねそんなんでですけどねなーなんでやっぱもうねあのスマホ一発動画見たの面白くないよあれ <laughs> ソニックさん的にはね <laughs> な感じですね、まあ、幸せを選ぼうタロット10択ねもう今日はサクサクといく、うん、あのサクサク,サクサク動画ねサクサク動画大丈夫あのサ,クサクサクとは言ってもちゃんとねあのソニーフラッシュとか,か大丈夫。 大大丈丈夫あの今日はですねいつものね高級スキャナーだと手の動きがこうスワ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 しちゃうからちょっとあれですよフレーム数の多いカメラを使っているとこですねでもこれあれだよねんかすごくこうソニックさんが子どもの頃働くおじさんってこういう映像だったなんかあのねあのタンちゃんとペロ君がんかこう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 いう感じで。 であのか「へえ」みたいなああ働くおじさんはこうやって働いてるんだみたいなそうね働くおじさんです <laughs> 働,働くおじさんだよああは働,働く働くおじさんタロット占いのおじさんだよ <laughs> あ,あそうだよああねそな職,職業タロット占い師だもんって <laughs> ねそうですよもうね、うん、もうね、うん まあそうですね。まああれです。あのね、タロットね、幸せを選ぼう。タロット住宅。ね、今日はあれですよ。幸せ、あのー、ね、これは、あの、とても、エフェクアティブで、はいはいはい、フォーカス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 、しフ,フォーカス、ここからいかないとなんだよ。ここに、にエーン。 ダメですな。猫、ボヤボヤ、ボヤボヤ、ボヤボヤだぜ。まあいいや、ボヤボヤでもね。はい、ソニックさんですね。うん、ボヤボヤです。はい、ね、そう。そうですよ。まあね、これで、まあ、幸せを選ぼうタロッ10択と言う一回アウトフォーカスしてんのかな。アウトフォーカスどこにお前は合うんだ <laughs> 余計合わねえじゃねえか。まあいったな。ああ、剣の6。こんなんだうんじゃねえな。よいしょし、ょし,ょし,ょしょ、しょ。あ、これかよ。 なんかすごいな,なんかキャッツアイみたいな <laughs> 古い <laughs> まあいきましょうえっ、ー、とですねえっ、ー、とー はい。まあね。あのー、そんなことやってますけどね。はい。うん。とにかくね。あの、十、十択なんで。はい。あのー、結果と理由なんだけど、幸せを選ぼう。なんか、この場合はね、あのー、現在の置かれてる状況と、あのー、それに対してどうするか。で、タロトさんが出してくれます。うん。あのー、うん。一回この前に試した。<laughs> <laughs> この前に試したらん、いや、なんかあれだよ。こうやって裏なんだよって、タロちゃんが教えてくれた。<laughs> あ,のまあ、あの、タロちゃんが,あのがガチで教えてくれたから、あのみんなもできるよ。いこうか。はい。えっ、ー、と、これがですね、あの1。うん。はいはい。えっ、ー、と、そうね、1、そうね、1、2、そうね、1、一2、そうね、一二1、2、そうね、1、2、1、2、1、2、2 2そうね。 結果、うん。そうね、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 そうしましょう、そうしましょう。はい。これが3。はい。えー、っと、4。はいはいはい。えー、っとこれで五、よし、これで五、これで五、よしと。はいははい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 。 そうです、そうです。お風呂のプロですとお、お鏡ガス、そればっかりだな。えっ、ー、と、そうですね。もうね、あとはですね、うーんーとね、ニューイヤー。えっ、ー、と、昨日ソニックさんね、パブ飯食べたね。うん。なんかね、もう新年ね、あの、元旦からやっててくれて助かった。よいしょ。はい、これで5で、6ね、66。六六これが6。はい、はいはいはい。えっと、これが7。はい、これが8。はい、これが、はい、え、9。はい、で、これが、 はい、10。はい、行きますねうわ。あの、上が現状のカードね。あの、下にあるのが、それに対してどうするかね。幸せを選ぼうね。幸せ選んでください。いいですか幸せってなんだっけなんだっけね。ポン酢醤油があるお店のおお、お、お家ですよ。ね。行きましょう。1。ね、1、これです。えー、っとね。まず、あなたの現状を見ましょう。現状はこれです。バーン。現状ですね、世界。 うん、自己回帰。子供のように無力。そうですね。うん。感性というのはあ一、あるうち、ね、ある意味ね、頭打ちです。いいですかこれが現状です。そして、ね、幸せを選ぶためにはどうすればいいか。バーン、はい。これをですね、聖杯の、うん。 あの、騎士が逆位置。これはですね、あの、無茶ができません。なので、慎重な行動を取らなきゃいけません。うん。ね、これが、あの、あなたがね、あの、することですね。完成しちゃってるんで、もう、あの、むしろね、それ以上完成すると形崩れちゃうんで、ね、あの、気をつけていってください。はい、これがね、幸せを選ぶためにするべきことですね。はい、次、いくよ。次はですね、はい、これ、まず、これが現状です。あなたの置かれている現状は太陽。これはですね、高頭無形な誘いに乗る。高頭無形ってわかります無茶な誘いです。 あの実現不可能なところにあのー、なんかお呼ばれしちゃって、うん、誘われちゃってますねそれ,でそれに対してあなたが幸せになるためにどうでしょうね乗っかるか、ね、それともやめるかねはい行きましょうはいこれはですね、うん、生活全般快適、うん無茶な誘いがありますけど乗っかっちゃってください あのお互いにもあの持ちつ持たれつで楽しくやれます。うん、これはあのーね、意外や意外、安全策でなく、うん、これ乗っかっちゃっていいですよ、ね。そんな感じで言ってみてください。はい、えっ、ー、とですね、はい、これがですね、じゃ3つ目、3つ目書、いいですか。でもこれはあれですよ、あのー、皆さんも、あのー、割と。 あのいいねあの、なんか占いなんでね、現状が出て、はい、これが3ですね。じゃあ3いくよ、3ね、現状がこれです。現状はですね、うん、棒の位置うん、あの、他人に頼らずにね、自分から始めてみる、お仕事を始めたりとかね、うん、そういう感じ。うん。で、これが、そのために幸せになるためにはどうすればいいのか。はい、これはですね、現実をしっかり見る、うん、相手と絡めないことをしっかりと認識する、うん、だから、相手に絡めないからお仕事頑張る、ね、これでいきましょう。これが幸せになるためです。うん。まあまあ まあそうは言ったってあれですよ。あのねお金があった方が楽しいよ。まあはいね、はい、仕事を選びましょう。今はですね相手と絡めませんから。はい。よっしゃ。でこれがですね。現状はい。いきますよね。4つ目。4つ目はですね。うん。はい。聖杯の4が逆位置これはですね。よくよく考えたらそんなに悪くないなという関係の継続ですね。関係を続けるんです。聖杯の4は逆。で、なんでかというとまあそんなに悪くないから。まあ得るものはあるからねっていうところではい。いきましょう。はい。これがですね。うん。で、なんでそんな状況で幸せになるにはバーン。 음 uh, um. プレッシャーを抱えましょう。ね。ちょっとね、余計なものも背負い込んでプレッシャーを抱えましょう。っていうところ。ねあの。ちょっと無理しましょう、ね。幸せを選ぶために。うん。まあ、頑張んなきゃいけない時期はあるからね。うん、常にこう、あれですよ。あの、楽でいることが幸せというわけではないですから。うん、悪くないですね。状況はね。得るものはあるんで、ちょっと苦労してみましょう。ここはですね。はい、行きましょう。はい。じゃこれが5個目。5個目、現状がこれです。現状はですね、チーム解散ですね。うん、いいですか。 いう状況ですだからなんかお別れ1月ね12月で仕事終わっちゃったからそのお別れとか、まあ、それであの幸せになるためにははい長いものにまかれてください、うん、お仕事ねお仕事とかもう会社とかでもうあのねあの解雇になったらもう解雇になっちゃったらでもしょうがないですよってとこでねあのね長いものにまかれてあの次のねあの職場を見つけてくださいとかねそういうとこですねうんはいはいはいえいいですかこれが幸せになる方法ですはい次 5個目、5個目行きましょう。はい、5個目はですね、これですよ。はい。えっ、ー、と、現時点がですね、あの、聖杯の動逆位置。これはですね、あの、リカバリー可能。浅い関係から、なんか、またね、人間関係を築き上げることができる。という意味でね、リカバリー可能なんですけど、はい、そういう状況です。じゃあ、これでね、あの、どうしたら幸せになれるか。はい、これはですね、動く。 いいですか。あの釣られた男は逆位置というのは相手と考え方が違うんなので、もうそれを理解した上で動きましょうというところですね。うん。まあ、動く準備に入ってくださいね。はいはいはい。うん。なん感じです。はい。えー、ですか。まあまあまあいいんじゃないですか。だって動けば浅い関係からねあの戻れますから。まあじゃあそういう動いてみましょう。はいはいはい。動いてみましょう。見せましょうね。はいじゃあこれがあれですね。6発目6個目がこれです。はい。現在の置かれている状況。うん。これはですねあ金貨の 4が逆位置、ね、よくよく考えたらそんなに必要ではなかった、うん、そういう状況ってありますよねはいじゃあもうそれでですねあなたが幸せになるためにはバーンはい、うん、これはですねどんなことをしても相手を振り向かせたい女性ですね。うんこれは どううなんでしょうね今あなたこう必要ないと思ってるかもしれないけどあなたは、うん、単独でなら手に入れることができますよ、うん、だから単独で手に入れに行っていいんじゃないですかね諦めてしまいそうですけどねはいはい、はい、まあどうでもいいと思いつつも実はよなんかね,あのね手に入れた方が良かったものはありますからねはい行きましょうこれです、うん、幸せを選ぼうタロト10択これがポン現時点がですねリセット以外に方法なし うん、なかなか厳しいカードが出ましたね幸せになるためにはこうしましょうバーンはい新しい関係の進展まあリセットしましょうじゃねだって方法でリセットするしかないからそして新しい関係を築きましょう うん。ね。期待できる人間関係ということでね。うん。そうしましょう。うん。まあ、これはあれですよ。誰かと終わって誰かを選ぶかもしれないですし、終わることによって新しい関係かもしれません。まあ、それは自分でね、幸せにつながる方を選びましょう。ね。行きましょう。はい、これです。はい。えっ、ー、と、これが9個目。ね。はい。えっ、ー、と、聖杯の王様。これはですね、うん。ネットワーク力の高いね。あの、こういう関係の広い男性です。うん。いいですかまあ、それがあの現、あの、現状。でも、この人はですね、まあ、なんかね、 あの誰,誰も受け入れちゃう誰にでも優しいだから魅力はあるだけどあなただけを見てるわけじゃないってところはねちょっとなかなか大変なところなんですけどねはいこれが現状ですであなたはどうしたら幸せになるかねこの人に乗っかるか乗っかんないかバーンはい。 いいですかうん、これはですね、決められない、あのー、女王様ですね、うんそうあのー、決めないと結果がね、あのー、なかなかあの遠のいてしまうというところですね、まあ、躊躇してるんですけど、あのー、檻を見て動きましょう、これはですね、ああのー、棒,の棒の女王様の、ね、逆位置っていうのはねそう、うん、本当は動かないといけないんですよね、うんまあ、そういうところであの、動かなきゃいけないということをとりあえず、あのー、現時点は、ねうんあのー、考えてみてください。ね、そうね ですねまあ、この人を落とすかねあのー、ね、あのー、やめるかはよくわかんないですけどね動かないといけませんうん。はいしねはい行きましょうまあねあの見送りの三振と空振りの三振は意味が違うんでねあのどっちでもいいですよ空振ってもはい <laughs> ね行きましょうはい10個目です10個目ですね「現時点」はいうんこれはですね聖杯の7です。ねあのー 妄想です。うん。あのね、実力不足なの。やる気はあるんだけど、実力が不足してて、妄想でしかないっていう状況。はい。で、これで幸せになるためには、これはも諦めた方がいいんじゃねえのどうなんだろうバーン。これはですね、うん。妥協で楽になる。月が逆位置。ね、明確、明らか、妥協で楽になる。そうですね。明らかです。あなた通用しません。だから妥協して楽になりましょう。ね、これが幸せを選ぶね、タロット10択ですね。はい。うん。どうでしょうあのー、 わかりやすかったと思います。だから、これは、あの、ね、ソニックさん流派で、あの、カードの意味を覚えたら、あの、割と、あの、すぐに応用できる占いなんでね、あの、ね、現時点、そしてね、あの、幸せになるための対策を見るという占いでございましたね。はいはいはい。えーとですね、まあ、1選んだ方、これはですね、まあ、1を選んだ方、 はうんまあそうですね慎重に動く。慎重に動くということで、ソニーフレッシュ。こっちだからかなはいね、えーで。じゃあ、まあ、2つ目、2つ目を選んだ方は、うん、これはですね、危険な誘いに乗っちゃって大丈夫です。あの幸せな生活待ってますから。はい。ソニーフレッシュ。 そうね、一応ハートやっとかないとねはいはいじゃあこれ3つ目3つ目はですね、うん、幸せになるためにああそうですねこれはあの,、ね、あ,のあの仕事を選ぶね無理なんで仕事を選ぶねそういう決断も必要ですねソニーフレッシュ はい。まあ、そういうとこですね。<laughs> なんか、いい。なんか、たん、ん、ん、テキテキ出ますけどね。はい。えっ、ー、と、次ね、あの、四つ目、四つ目選んだ人は、えっ、ー、とね、棒の銃、プレッシャーですね。これはですね、まあ、あの、もう、あの、お仕事辛いかもしれないですけど、まあ、あの、プレッシャー抱えてくださいね。それで、あの、その先に得るものがあるんでしょうね。行きましょう。ソニー、フレッシュ,ッシュロダン はい、そんな感じですね。はい、じゃあ、あの、次、5個目、ね、あの、幸せをね、選ぼう。まあ、漏れなく幸せですからね、まあ、ソニーフラッシュだけあれいいんですけど、はい、これはですね、もう、チーム解散、ね、そして、ね、会社のとかね、そういったものに従いましょうね。はいはい、長いものに巻かれて、ソニーフラッシュ ね、そんな感じですね。よし、えっ、ー、と、次ですね。まあ、あの、6個目。6個目を選んだ人はですね、うん。これはですね、うん。あの、終わったことはね、戻せる。ね、動きましょう。ね、動けば戻せるんでね、OK。動いてみよう。ね、それが幸せになるためさ、動いてみよう <music> ソニーフラッシュ。 はい、えなんかね、そんな感じですね。はい、次ですね、えっ、ー、とー、これが7個目ね、7個目いってみましょう。はい、えっ、ー、と、これはですね、うん、あの、もったいなくて、なんか、あれです、あの、なんかもう別にいらないかなと思ったけど、あの、強く動けば、あの、相手を振り向かせることができるんでね、これはですね、今一度気を引き締めて、うん、単独で動いて振り向かせてみましょうかね。はいはいはい。ね、オッケーね、あの、ね、強く動けば、サニーフラッチ はい、そんな感じですね。はい、えーとですね、じゃあ8個目、ね、8個目はですね、あのー、ね、リセットするしかない。リセットすることでね、あのー、新しいね、あのー、期待できる人間関係をね、築きましょうね。オッケーそんな感じでね、リセットして、スッキリッ、新しい関係。 そううですねも、まあ、新しい関係いいじゃないですかねだって悩んでもねだ,からだってこれ遅から早からよあのもう剣の銃なんて追い込まれちゃったらはい行きましょう、えー、と次9個目ですねはい、えー、と正反の人は誰にでも優しい王様ねそしてねあのー、ねどっちみち動かないといけない、うん、まあまあまあこれはですねあのー、ねそうね、うん、誰にでも優しい、あのー、相手だけどとりあえずうんもよっかッ はい、そうなんですねじゃあ最後10個目いってみましょう10個目ですねえっ、ー、とですなうんとこれはですねえっ、ー、とーねあの妄想うん現実と噛み合っていない現実と噛み合ってないから妥協で楽になるいいですか無理しても無理だからもうここはそうだなうんダメダンスダメダンスかなダメダンスかなこれはまあ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 しゃあないじゃんそんなだって実力足んないんだからさ OK! ダメちゃん実力がともないかともなってともなってないからダメじゃんということですねまあ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 でもあれだよあのあき諦めるねこれで幸せを選ぼうだよ、うん、だからいいんだよ別に、うん、はいソニーフラッシュね大丈夫そうですだって無理してもしゃあないからねはいそんな感じですねソニックさんですねポンえソニックさんはですね、えー ああピントがあった。あ,あとねあの、タートライブね、日曜日と水曜日にやってます。んで、あとはですね、あの、ここならで占いやってますね。連日大盛況でございます。ね、あとはですね、うんと、ここはタロット学ぶとこなんで、まあ、皆さんタロット学んでみてくださいね。うん、で、まあね、タロット学んでねあの、他の人幸せできますからね、幸せにしてあげてくださいね。そうしてください。えっ、ー、と、あとはですね、チャンネル登録ありがとうございますね。まあ、ソニックさんね、最近、あのね、あの悪いコードばっかり取ってるから、あんまりチャンネル登録増えないけど、しゃあねへへへへへ。<laughs> <laughs> まあ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 ねうんそう,そう、うん、まあいいねでも,もうでも今日はほらねみんなみんなが幸せになるための動画を作ったから少しは増えるかもよ <laughs> なんだそれオッケーねそんな感じですねソニックさんですねはい行きましょうえー、っとですねなんだっけなそうそうダイヤモンドはただの石一万円札はただの紙アンモナイトはただの貝人間なんて つばかけるのようだだけ。働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 けうん、そんな感じでね。またすぐにお会いしましょう。See you.。ちゃお。